皆さんこんにちは、 Bレジェンド小林です。お客様からいただいた質問にお答えをしたいなと思います。 EAA と BCAA に関する質問なんですけども、筋肥大したい場合に EAA と BCAA のどちらが効果的なんですかというご質問をいただきましたので、これにお答えをしたいなと思います。結論から言いますと、まあ、BCAA よりは EAA の方が効果的ではあります。だからといって EAA を飲んだだけで筋肉が大きくなるわけではないんで、最後までこの動画を見ておいてください。まずですね、 BCAA と EAA がどんなものなのかというご説明をですね、簡単にさせていただきます。 BCAA というのは3種類のアミノ酸の総称です。バリン、ロイシン、イソロイシン、この3種類をまとめてですね、分岐鎖アミノ酸という言い方をします。これを英語にして、頭文字を取ったものが BCAA です。ブランチドチェインアミノアシッドと言います。この3種類のアミノ酸、どういう特徴があるかというと、筋肉のエネルギーになるんですね。なので私がおすすめする使い方としては、トレーニング中に飲んでいただく。 B レジェンドですと、まあ、BCAA も出してますし、それをね、もっとこうトレーニング中におすすめの配合にしたスーパーアミノフロージョンっていうサプリメントを出してますが、まあ、トレーニング中ですね、特に減量中なんかはどんどんですね、糖質が消費されていって、糖質が足りなくなってくるんですね。で、糖質が足りなくなってくると、体というのは筋肉を分解して、そのアミノ酸からエネルギーを作り出そうとする。そんな時に BCAA を取っておくと、その BCAA がですね、筋肉に運ばれていってエネルギーになってくれるんで、筋肉のアミノ酸を分解することなく取った BCAA がエネルギーになってくれることで、筋分解を抑制してくれたりとかですね、疲労感を軽減してくれたりというような効果が期待できます。なので BCAA は筋肉をつけるというよりは、筋肉を落としたくないとか、パフォーマンスをキープしておきたいっていう方がトレーニング中に飲んでいただくようなサプリメントだと思っておいてください。まあ、もちろんですね、 BCAA の中の一つであるロイシンというのは筋合成を促進する効果があったりするので、もちろん筋肉をね、合成させる、筋肥大を促進させるっていう効果があったりするんですけども、筋合成という意味では若干ですけど BCAA よりも EAA の方が優れているかなというのが私の見解であります。ではその EAA というのはどんなものなのかと言いますと、 BCAA と同じアミノ酸なんですけども、BCAA が3種類だったのに対して EAA は9種類あります。フェニルアラニン、ロイシン、バリン、イソロイシン、スレオニン、ヒスチジン、トリプトファン、リジン、メチオニン、この9種類ですね。この9種類のアミノ酸というのは必須アミノ酸といいまして、実はですね、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のうちですね、人間の体内で合成できない、作り出せない9種類なんですね。人間の体内で作り出せないということは、食事から取るしかないわけで、アミノ酸が不足しがちなアスリートとかハードにトレーニングしている方なんかは、必須アミノ酸をしっかりね、補充してあげることで筋肉を回復させたり、作る時の材料をしっかり揃えることになるので、筋肉をしっかりつけていきたい場合は EAA が向いているということなんですね。 BCAA のバリン、ロイシン、イソロイシンっていうのも EAA のうちの3種類ではあるんですけども、 BCAA だけ頑張って補充していってもですね、やっぱり足りないアミノ酸が出てくるので効果が弱くなってしまいます。なのでトレーニング中に BCAA を取ってしっかりエネルギーを入れてあげて、筋分解を防いで、でトレーニングが終わった後ですね、まず最初に消化がいらなくて吸収の早い EAA を飲んであげて、不足しがちな必須アミノ酸を補充してあげる、することで筋肉の合成を促進してですね、効率よく筋肥大することが期待できるので、そういった意味ではですね、どちらかというと BCAA よりは EAA の方が筋肥大向きかなと思います。ただし筋肉がしっかりつくかどうかっていうのはサプリメントだけで決まりません。むしろサプリメントっていうのはあくまで補助なので、 BCAA 取ったから EAA 取ったからっていうよりは、しっかりハードにトレーニングができたかとかですね、しっかりタンパク質が必要な量を取れるような食事ができているかとか、しっかりね、休息をとって回復できているかっていうところが一番大事になってきます。そういうところをしっかりと抑えた上で、どうせトレーニングするんだったらやっぱり効率いい方がね、いいじゃないですか。
そういう方はトレーニング中に BCAA を取ってトレーニング後に EAA を取っていただくっていうような、取り方をしていただくと効率よくですね筋肉を大きくしていけることができるかなと思いますので参考にしてください。それでは今回はですね BCAA と EAA の違い、どちらが筋肥大に向いているのかというお話をさせていただきました。筋肥大には EAA が向いていますよと、 BCAA は筋分解の抑制とか疲労感の軽減といったところで力を発揮してくれるので得意なところにね応じて使い分けていただくといいかなと思います。今回の動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。